と、ま、めっちゃめっちゃメッセージです。はい、ということで、ね、今日もね、貴重な、はい、情報をね、話していきたいな、ということで、今日もやっていきたいんですけど、はい、今日はね、まあ、浜翔之介くんですね。はい、中日に決まりました。もともとは、平方を追って、ほんで、その後、福島市に行って、ほんで、その後、東海大甲府行って、ほんで、その後、高知、ファイティングなんちゃら行って、ほんで、その後、福井、ネクサスなんちゃら行って、ほんで、中日に決まったということでね、まあ、いわば、なんていうんですかね、結構この話題のある選手ですよね。ほんでね、そのね、選手とのもう伝説であったり、中学時代こんなあったぞとか、ほんでね、もう解説決まってたっていうね、このまあいろいろな話とかをね、増していきたいなということで、今日もね、貴重な話になると思うんで、ね、まあ話していきます。まずね、これね、浜くんですけど、これね、僕がスカウトされたんですよ、海星にね。海星にスカウトされた時に、じゃあ海星が甲子園行ったじゃないですか。ほんで海星が甲子園行って、ほんでね、負けたそのね、次の日に、自分ね、まあ、自分の話になっちゃうんですけど、こう、親父から、親父居酒屋してるんですよ。ほんでそこでバーって電話がかかってきて、ほんで、親父から、ちょ、もう今から店来いと、監督が来てるという、大阪海星の監督が来てるって言われて。ほんで、もう行ったんですよ。ほんで行ったらね、覚えてますわ、その店入ったら、もうほんまにね、ものすごい、もうでっかい二人がいたんですよ。ほんまに、ベルファイアとハイエースちゃうかいぐらいの、ほんまごっつい二人がおって、ほんで、ああ、よく来たね、みたいな感じで、前とそのスカウトの話をされて、ほんで言ったら、もう、ね、真剣に、ハマー君と、畑中と、宇佐美、ね、その当時、まあ最初、宇佐美は一緒に行ったんですけど、がもう決まったと。だからドリームチームを作ろうよと、大阪で。ほんでね、ちょうどね、修学館、まあそれ自分の話なんで、なるんですけど、当時、修学館、まあ遠いところも行かん。ほんで、近畿圏内に行きたい。でも天竜も断られたら、もう智弁も絶対取ってくれへん。でも平安しかない。でも平安はブリッジできひん。ってなったら、これ行くとこう、ああ、もう、改正ぐらいしかないかなってなったんですよ。ほんで、ああ、もう確かに、そんな、ね、100回大会で南と北分かれて、もうこのメンツやったら 100% いけるなってことで、よし、あ、はい、もう分かりましたって、こう握手して、パーって帰った後に、浜君に電話したら、あれは、俺、道具欲しいから嘘ついてるみたいな。まあ多分冗談かもしれないですけど、全然、はいとは言ってないと。関さんが、山本関監督が、勝手に話を進めてると、俺は何も言ってないということで、浜くんが決まったっていうのを僕は騙されたんですよ。だから今日のサムネと一緒ですよ。もう僕はね、ものすごい騙されたんですよ。ほんで、その悪徳な手口にこう巻き込まれて、ほんで僕はね、こう、会社に入ってしまうって。だからね、これはね、僕が会社に入ったのは、これ浜くんのせいって、これはね、まあ、40% はありますよね。ほんで、その後で言うと、逆に東海大甲府にのその連絡みたいなのをつないだのは逆に僕なんですよ。だからこう今浜くんがプロになって今こうなんていうんですか、活躍できてるっていうのは僕があの日 LINE を渡したからっていうね。まあだからそれもね、結構僕をね、称えたらいいかなと思います。本当にまあそのね、やんちゃエピソードっていうね、まあものすごいね、まあ浜くんといえばもうやんちゃやんちゃで、これね、やんちゃっていうのね、言われてきたと思うんですけど、まあ、どこがやんちゃやねんとかね、どんな性格やねんとかね、まあ、その浜くん伝説みたいなのをね、これ話していきたいなということでね、まずはこれはね、一番やんちゃなのはね、まあ、これね、ジャイアンツカップってあるんですよ。ほんで、ジャイアンツカップで、僕と、じゃあ、平方と、福島シニアとかね、まあ、いろんなね、ジャイアンツカップでチーム出るんですけど、同じホテルに泊まるんですよ。で、同じホテルに泊まって、ほんでね、ちょうど覚えてますわ。で、その日、福島シニアに僕たちもう負けて、で、もう帰ろうかっていうことでね、もう引退やったんですよ。平方ボイス引退。ほんでね、夜寝とったんですよ。ほんで、それこそ、僕の部屋はね、小園くんと僕と、ほんで、あと、関東くんでしたっけね、か、畑中君がまあ多分ね、そんなメンバーでバーで寝とったらもうガチャって開いて、ほんな誰かなと思ったら浜君とね、巨人の増田君ですよ、がいるんですよ。で僕は何やねんと思って、ほんでねバーってこうなんかいろいろね、進路どうすんねんみたいな、もう夜中ですよ。でバーで話して、で向こうは明日試合なんですよ。でもそんなんいいんかなとか思いながらバーってこう話して、ほんでああそうなんかみたいな、でどこ行くんとかな、こう思い出話が浸ってね、ほんであれ誰だ、あこれ誰だ、えぐいなみたいな話もして、覚えてますわ。でもそんな僕の部屋でですよ。ほんならね、僕のスカイビートを持ってな、持ってね、もうこれで
俺中学硬式やんけ、みたいな。これもうマジで、俺お前の分持ってくるわ、みたいな。マジで、ちょっと俺に託してくれって言われて。なんかものすごいなんかの、あの、新今宮じゃないです。あの、新今宮駅です。あの、今宮いるじゃないですか、今宮。今宮がなんかこうバッて渡したみたいなんで、あ、これはものすごい激アツやぞと。もうね、もうあれやったんで、あ、じゃあもうこれはもうぜひ使ってくれと。ね。あの、じゃあもうこのお前の分も頑張ってくるわって、そのスカイフィートを持って行ったんですけど、ね、まあ、須田くんとまあ浜くん、まあ、それは浜くんがそれ持ってね、もう帰って行ったんですよ。でもね、これ言わせてもらっていいですか。次の日負けてるんですよね。ほんで、これ挙句の果てには、その僕の、お気に入りやった中学公式のスカイビートね、あの、後輩にあげたらしいんですよ。これもめちゃくちゃな話ですよね。もうだからね、これ言いたい、まず一個言いたいのは、あの、あのスカイビートよりかいいね、プロになったらいいバットを僕にまずとりあえずよこせと。はい。でね、やっぱね、こういろいろね、やっぱね、伝説があるんですよ。やっぱりあの、平方ボーイズの中でも、あのね、一番ああいうエグいメンバーいたじゃないですか。あの、それこそ藤原選手、小園選手で、当時中川拓也選手、野村選手で、畑中選手、もうほんまだから、この堂々たる石川選手もいましたわ、あの大阪桐蔭のね、この堂々たるメンバーの中で、あのね、肩は一番強かったんですよ。肩一番強くて、ほんで知ってます、このもうやんちゃやなってなるのはね、あの独立でね、バーってこう、まあ、ショートとか、まあ、外野とかを守ってるんですよ。ほんで、守ってて。ほんでね、たまたまピッチャーがもうおらんくなったんかな。ほんで、ピッチャーが多分ね、おらんくなって、大学ピッチャー生きるやつってやって、あ、ハマ、お前、もともとピッチャーやってたやろって言って、あの、投げろ、みたいな感じでね、ピッチャー行って、あの、パーって掘ったら、あの、148出たんですよ。ピッチング練習なしで。だからね、それぐらい地肩が強くて、ほんで、まあ、身長も高くて、ほんでね、足もね、言うたら今大会、盗塁を、を取ってるんで、もう足もかなり、ほんでね、そういうね、ポテンシャルで言ったらね、マジでエグいんで、あの、ほんまにプロで、これもうほんま1年目からもあるんちゃうんかってね、中日やったらなおさらあるんちゃうんかなっていうね、可能性を秘めた選手です。もうだからね、あれ一回見てほしいですわ、こうね、あれ、どことの試合ってかな、ロッテとの試合でもうこうやってね、自分見とったんですよ。ほんで、あ、藤原選手、ロッテ2軍ですね。藤原選手もおったんで、あ、なんか自分の中でものすごい嬉しい戦いやなと思って、ほんで、浜くん3番か1番かどっちか忘れたんですけど、立ってたんですよ、打席。ほんで、バーってやったら、こう、シングルハンドで、ポーンってね、多分映像あると思います。こう、シングルハンドで、ポーンって当てただけで、あの、左中間、ワンチョク、ちょちょんって、小板直ですよ、フェンスに。だから、この時に、うわ、ポテンシャルエグいなって思いました。だからね、こう、ほんまにね、あの、ドラフトで、自分はね、その名前的にもうちょい、したかなって思ったんですけど、今思ったら、やっぱ逆にもっと上でもいいんかなって、思いました。だから、これ、中日の来年の、まあ、そのね、スタメン争いには、まあ、必ず入ってくるかなということでね、もう、皆さん、この、やんちゃ浜選手のね、まあ、このエピソードをね、聞いたと思うので、皆さん絶対にこの浜くんを応援するように、そして僕にバットをください。はい、これね、皆さんが知ってる情報であったり、メッセージ、そのせいで回線に生かされたかとかね、あればね、まず結構励ましの言葉であったり、それもください。もういつもほんまコメントありがとうございます。もうね、しっかりコメントも返すんで、皆さんこれからもよろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ。